はい、お疲れ様です。J リーグ第10節、東京ヴェルディ対、アビスパ福岡の、試合を振り返っていきたいなと思います。この試合ね、0対0の引き分けという、ゲームでしたけど、東京ヴェルディの方はね、ちょっともったいなかったなというゲームだったんではないでしょうか。ここでね、勝ち点3を取るのか、またもやね、ヴェルディ引き分け本当多いですからね、引き分けで終わってしまうのかっていうね、ところをね、ちょっとね、ヴェルディの方は、もったいなかったななんて、思ったりしてます。まあね、試合内容の方は、ヴェルディがね、比較的、ボール、保持して、そして2トップですよね、ソメの木村、この2人のね、ただね、相性がいいのかって言ったらね、それもあると思うんですけど、非常にね、距離感、がね、いいなと、僕は、思いました。本当、縦関係にもなれるし、横関係にもなれるし、で、お互いのね、この無理の効く範囲っていうのも、両選手のね、お互いを分かり合ってるというか、非常にね、抜群のコンビネーションなのかな、なんて思ったりしてます。はい。で、木村に関してはね、本当に、ポイントになれる選手ですし、まあ、ソメノはね、もちろんポイントにもなれますけど、背後への抜け出し、そういったね、ミドルシュートだったりね、いろんな、怖さを持ってる選手ですけど、本当にね、この2トップが、ヴェルディ、引っ張って、そして後ろがね、徐々に、ラインアップしてコンパクト、そしてハイプレス、そしてね、ボール持った時のね、2トップを中心に攻める攻撃っていうのがね、非常に、J1 の中でもね、いいね、クオリティで、できているなと思っております。はい。まあただね、こういったゲームをね、勝ち切りたいですよね。最後のあの95分の、ロスタイムのところ、山見のね、ドリブルから、チアゴ・アウグスへのね、ラストパス、あとはね、冷静に流し込めれば、1-0 で、もう最高のね、勝ち方だったと思うんですけど、チアゴ・アウグスね、緊張のあまりか、ゴール外してしまいましたけどね、やっぱこういうところをね、決め切るっていうのがね、一つヴェルディのポイントなのかなと思っております。今ね、10節を終えて、7引き分けがあるということで、これはね、どう取るのかっていうね、ところが、非常に大きいと思うんですけど、負け試合を引き分けにしてるのか、勝ち試合が引き分けになってるのかっていうのはね、おそらく半々ぐらいだと思うんですけど、ちょっとね、もったいないゲームが、ヴェルディ多いなと思うので、ぜひね、勝ち点3をね、取り切れるように、今後ね、若い選手多いですからね、ちょっと思い切ってね、ゴールを、奪うようなね、プレーを期待したいなと思います。はい。対するね、アビスパ福岡の方なんですけども、なんといってもね、ザヘディですよね、この選手。ザヘディね、中東の選手だなというかね、本当にクオリティ高いなと思いましたね。もう中東のね、イラン代表、代表1キャップ務めてるということで、中東のね、こういった力の選手がね、J リーグの中に入るとね、こんなにも強烈にね、見えるのかっていうぐらいね、もう本当、アビスパがね、脅威になってますよね。で、あとね、他の選手ですけど、両ウィングのね、岩崎今野っていうところがね、プレスタイルは全然違いますけど、うまくね、光ってくれば、もっとね、ザヘディにいいボールを供給できたりだとかね、ディフェンスラインの押し上げができたりだとかね、よりね、アビスパの、ストロングポイントが出るのかななんて思ったりしてます。今度はね、誰が見てもね、本当にこう一級品の技術があって、自分で、ドリブルトップもできますし、ゆっくりしたね、タイミングでも精度の高いボールを上げて、ザヘディだったりね、ベリントンに合わせるっていう、効果的なキックもできますし、あとね、フリーキックだったりね、自分でもらったりだとか、本当にね、何でもできる選手ですよね。で、一方、左サイドのね、岩崎だったりは、もう、自分で、ボールカットして、そこから速い攻撃だったりだとか、スペースにボール出て、そこから、用意どんで、走り勝つだったりね。本当にね、岩崎のフィットっていうのがね、今シーズンから加わってますけど、大きいなと思いますね。
あとですね、ザヘリ、岩崎、今野っていうのがね、90分フルで、毎試合使えればね、堅守速攻、アビスパっていうのがね、ずっとね、90分通して、戦えるわけなんですけど、やっぱりね、90分間、今後ね、熱くなってきますから、70分、60分っていうね、ところが、体力のね、落ちどころなのかななんて思うと、やっぱこの代わりになる選手ですよね。この試合をちょっとね、見させていただいて思ったのが、ザヘリ下がって、今野岩崎っていうところがね、どっちかでもかけると、ちょっとね、攻撃のクオリティっていうのがね、下がるのかななんて思ったりしてます。ウェリントンだったりね、金森だったりね、途中から出てくることが多いですけど、やっぱりね、このザヘリ、今野、岩崎っていうね、この固定された3枚のね、クオリティを超えるっていうのはね、ちょっと難しいのかななんて、思って見てましたね。なんといっても、攻撃のところもね、十分期待できる選手はね、多いんですけど、ケツのところですよね、ゴールキーパー、村上のところですよ。村上のね、ビッグセーブがあったりね、して、本当このゲームはね、村上がね、この0-0で、作ったゲームなのかな、なんて思ったりしてます。非常にね、村上のビッグセーブっていうのもね、見ものなので、これセットですよね。ディフェンスラインに奈良がいて、そしてね、ゴールキーパーに、村上がいるっていうね、もう本当、堅守ですよね。真ん中が度が高い、そして中央も、強い選手がいる、ザヘリがいる。で、両ウィングのね、このつなぎ役のところでね、走れる選手がいて、ボールかっさらえて、今度のところでためができて、正確なクロスを送れるっていうね。非常にね、アビスパ、サッカーにね、フィットしてる、選手が前線にいるので、ぜひね、この辺うまくね、噛み合ってくれば、ザヘリのね、爆発した姿をね、見せていただいて、上位にね、進出する鍵っていうのはね、やっぱエースストライカーにあると思うので、この辺もね、ちょっと注目してね、見ていきたいなと思います。はい。今日はね、こんな感じで終わっていきます。アディオス。